どうも、一生声かけ中のものです。この車の全幅は1625ミリなんですけれども、ここちょっとイメージつかない人はですね、近所にいる鹿の仲間キョンをですね、一頭、そしてもう一頭バンすれば大体一緒です。今回紹介する SS はアバルトのハイパワーバージョンコンペティツィオーネをベースにスポーティーな内外装パーツを組み込んで、さらに高性能なものにしたものです。外観での特徴は、例えばこのフロント、このスポイラーをビルトインした専用のマッシブなバンパーが特徴的です。こうしてサイド目に回ってきますと、アバルト595のかっこよさ際立ちます。ベースのチンクエチェーンとかがですね、この上の方なんてほとんど変わってないはずなのに、ものすごく印象変わってます。このバンパー斜め横から見ると、この凹凸さらに目立ちますし、そしてこのサイド面、大きなダクトが開いてますけれども、これ実はちゃんと貫通していて、空気が通り抜けるようになっているんです。またこの前後の巨大なホワイトのホイールは SS 専用の装備です。サイドスカートは上下に厚く、さらに横方向にもドンと張り出していて、迫力のフォルムです。この上にはアバルトのマークと595のマーク、そしてリア、アバルトのこの肉厚なリアスポイラー、そして SS 専用のやはりですね、豪快な造形のこのリアバンパーが特徴的です。アバルトの専用マフラーに変えて、このお助けマンの敵セコビッチ、いやアクラボビッチの極太のマフラーが入ってるんでした。またこのマフラーとマフラーの中間部分、本格的なディフューザー形状になってるんでした。リア周りで私のお気に入りはテールランプの処理です。ボディカラーと同じパネルをテールランプの中に入れちゃうなんて、普通考えつきます？つきませんよね。エンジンはハイチューンな 1.4 リッター4気筒ターボ180馬力です。このヘッドカバーの上部にはこのようにサソリのマークが入ってます。これアバルトの証なんですけれども、なんでこれサソリが入っているか分かりますか？それはですね、創立者のカルロ・アバルトさんが三河健一だったから、いやサソリ座だったからです。ヘッドライトチェックします。テールライトチェックします。さあ、 595SS で舞踏会に行く人が気になるのが、お化粧直しのためのミラーとライトがあるのかですよね。あるのかな、ないのかな、おしゃれイタリア人ならあるでしょう。んてれっと、お衝撃0点でした。家で準備してこようね。フロントシートチェックします。すっごい大きなバケットシートです。座った感触はですね、 YTBT やや溶けたブラックサンダーぐらいですね、硬いです。しっかりしてます。このリクライニングダイヤルにもサソリのマークが入ってます。これを回すと背もたれの角度が変わるんですが、実はこのシートですね、車格に対してとても大きな豪華なものを入れてしまった都合上、ドアを閉めるとこのリクライニングノブに手が入らなくて調整ができないんです。乗る前に調整すべきというハードコア仕様、レーシングカーみたい。インテリアめちゃめちゃハードな雰囲気です。まずペダル、これ金属むき出しで、ゴムやプラスチックの類は一切使ってないソリッドなものです。さらにステアリング、革、スウェード、カーボンが使われている豪華な三色巻きです。その奥にはですね、 TFT 液晶を使ったメーターがドーンと備わっています。細かな情報を表示します。ちなみにインパネにあるドライブモード切り替えスイッチを入れますと、画面表示も大きく変わります。さらにこのメーターバイザー部分、小さな面積ですけれども、しっかりとしたスウェードが貼られていて、高級レッチ。ドアトリムにも注目、センター部分にはソフト部材を使っています。それ以外は実はハードプラなんですが、デザインがとにかくしっかりされていますので、所有満足度が高いです。このインパネ、ブラック基調に加えてこのように大きな面積にカーボンを貼っています。カーボンといえばこの専用シートの背面、実はこれもですね、カーボンなんです。というわけで全体にカーボン、カーボン、カーボン、ボン、反対の酸性状態です。メーターの脇にある小さなスイッチは、メーターの軌道をコントロールしたりですね、ブザー音を設定したりするマルチファンクションスイッチです。でもこのスイッチ自体もとてもデザインされてて可愛いんです。そしてこちらには追加のブースト系です。先ほど紹介した走行モード切り替えスイッチを押しますと表示が変わります。さらにこの中央にあるモニター、こちらはですね、
オープニング画像が楽しいものです。これ手持ちの例えば iPhone をこのように USB ポートにつなぎますと、カープレイが起動してナビや音楽を楽しむこともできます。下にはハザードスイッチ、これ芸が細かくて赤いベースの上にクリアのカバーをかけて宝石チック。左には先ほど紹介したモード切り替えのスイッチ、右にはですねフォグとリアフォグのスイッチです。そしてワイパーやライト関係のレバーまでですね、とてもしっかりデザインされた可愛いかっこいいものです。さらに下にはオートエアコン関連のスイッチ、そしてこの車パワーウィンドウスイッチがドアにはなくて結構焦るんですが、実は中央に集中配置されてます。こちらでこのように開けるんでした。トランスミッション、この車両は5速マニュアルです。通常のパターンでリバースは右下、小物入れスペースは結構少ないんですが、こちらにしっかりグローブボックスはあります。リアシートチェックします。これ乗り込み相当きつそうですが、実はですねこのシート背面に赤いレバーがありまして、これを引くと乗りやすくなるんでした。とはいえ簡単ではありません。あ、でも中に体が入ってしまうと割にスペースはありますねと思いましたが、頭上は久々です。頭上ついちゃいました。そして足元、私がセットした状態で指1本半ぐらい入ります。ただお子さんだったら十分に座れると思います。普段はここ荷物スペースにするのがいいのかもしれません。で、先ほど見たこのやはりですねカーボン柄はですねすごくレーシー、これを見るにつけこれはやっぱりフロント優先の車だなっていうのが分かります。中央にはドリンクホルダーがあります。ラケッチチェックします。デザインの関係で上の方は絞られてますけれども、下の方のスペースはですねそこそこありまして、これだけの幅があればですね体長60センチのアンデス山猫を横倒しで1頭入ります。上が絞ってあるのが分かるのがこのトノカバー、こんなに小さいトノカバーってないでしょ普通で、これを外しまして肩口のスイッチ操作でシートを倒せばこのように広くなります。4気筒の 1.4 リットルターボをフロントに横置き搭載する FF モデルです。先ほども申し上げたようにこれコンペティショネベースなので180馬力もあります。大丈夫でしょうか、踏んでみます。すさまじく速い。いや遅いわけないと思いましたけど、これちょっと想像以上に速いです。簡単に 1.5 バールまで行きます。そして乗りやすい、これだけのですねパワーを一気に解き放つので、トルクステアでボーンなんてどっかに飛んでっちゃうのかなと思ったんですけれども、そんなことは全くなくて直進安定性はすごく高いままキープしています。さらに今継ぎ目がありましたけれども、継ぎ目を乗り越えてもどっかに跳ね飛ぶようなことはありません。乗り心地は意外なんですがいいです。はっきり言っていい方向です。足はしっかり硬くて FWFW ふわふわではないんですけれども、しっかりとしたストロークがあるようで乗り心地はいいです。またですね低速からすごく扱いやすいです。パワーは炸裂しますけれども、それは高回転でいきなりというわけじゃなくて、下の回転からしっかりトルクがあります。実はですねこのエンジン特性ってイタ車あるあるなんです。イタ車というとこうツーストのレーサーレプリカバイクのようなですね低速がスカで上で弾けるようなイメージを持つ方もいるかもしれませんけれども、実はイタ車ってですね大抵の車はしっかり低速があるんです。ただトルクがあるのに高回転の方がですねいい音で回って突き抜けていくような感じがありますので、それで低速がスカなんじゃないかっていうイメージを持たれることがあります。しかし実際にはこのように下から上までスムーズに、そしてこの SS の場合には突き抜けるようなパワーの盛り上がりを持ってくるんです。後半にこのギアはですね実はさほどクロスしたものではなくてですね、一速一速が割とワイドな範囲を持ったものです。オールマイティ型と言えるかもしれません。でもこれもこのエンジン特性を考えれば当然のことで、この車トルクが 23.5 キロはあります。そしてですねこの車車重が1120キロしかないので、ですから無理にギアをクロスさせてローギアードでせこせこ走らせる必要がないんです。赤
くまでもたっぷりとしたトルクで余裕を持って走らせることができる。そしてちょこっとだけでもですね、踏めばですね、突然の大加速を楽しむことができるっていう車なんです。スプリントレーサー的な味わいではなくて、この車ちっちゃい身なりには合わないんですけれども、グランツーリスモ的な動きと速さを見せてくれる車なんです。パワーも愉快ですが、楽しいのはこの音。アクラボピッチのマフラーが弾けるような音を出してくれます。さあ、走行モードを変えてみましょう。メーターの表示が変わって、マフラーの音もだいぶ変わったな。のぶというような音になりました。下から踏んでいって、重低音が踏んでいくと、その上の方では高音に切り替わります。弾けるようないい音です。まるで息子が芥川賞、いや爆竹のような音です。板車で誤解されがちなことに、コーナリングの特性があります。この車ですね、チンクエチェントをベースにしてますけれども、映画のルパンの2代目チンクのようにですね、跳ねて飛んだりするような動きをすることはありません。しっかりと四輪がストロークをして大地を掴んでいるんです。ですからコーナリングの出口では安心して早めにアクセルを踏むことができます。595SS にはまだまだいいところがありますよ。題しまして、それホームランポイント。こちらの TTC というボタンを押すと、電子制御 LSD が作動します。トラクションをバッチリかけてくれるんです。フュエルキャップがアルミ製で、しかもこれ、ここにアバルトのマーク入り、かっこいいね。この車、フロントのバッジも含め、どこにもベースとなったフィアットのロゴがなくて徹底されています。例えばこのキーホルダーも、ででーん、ここにサソリのマーク、これを押すと飛び出ます。かっこいいね。この車のドアロック、結構不思議なんです。普通ドアの上にノブみたいなものがあって、こう押し込むとロック解除ってやりますよね。でもこの車にはどこにもない。実はこのドアの解除ハンドル、こいつをですね、奥側に押し込むと、これでロックになるんです。出る時には手前に引けばワンアクションで出れるっていう賢いシステム。ちなみにこれ、運転席と助手席が連動してます。見た目がシンプルになって、なかなかいいシステムです。このブレーキキャリパー4ポットで、しかもブレンボ製なんです。595SS乗る前と乗った後のイメージが全然違います。この小さなボディに過剰とも思えるほどの外装パーツ、そして内装パーツなどを取り付けてですね、しかもパワーが180馬力ってことからですね、乗ったら、まあ、なんと言いますか、こうその違和感を楽しむような、エンジンだけが先走るような車かと思ってたんです。でも乗ったら違いました。パワーは確かに炸裂するんですが、それがうまく制御されていて、とっちらかることがありません。またコーナリング時にもですね、この車種すごい絶品です。本当にこれだけ短いホイールベースでありながら、しっかりと大地を掴んで離しません。ですから安心してコーナーに突っ込んでいくことができます。いやー、本当にね、これ、いやこれ本当に今新車でこんなにスパイシーで面白い車が買えるっていうのは幸せですね。大変美味でした。ごちそうさまでした。面白い。でも気をつけないとスピードすげえ出ちゃう。